皆さんこんにちは、イナワク TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。 SNS ということをよく聞きますが、皆さんは何のことか分かりますか？ソーシャルネットワーキングサービスのことを言います。これはインターネットを介して人間関係を構築できるスマートフォンやそれからパソコンなどのサービスのことを言います。わかりやすく言うと LINE やそれから Facebook などが挙げられます。メッセージのやり取りは、例えば A さんが今日お昼暇なんだけどランチ一緒に行かないと悟ったとします。すると割と B さんが即答で、うんいいね、どこそこのレストランが人気店みたいだから一緒に行ってみようよ、うんいいねといったようなやり取りになると思います。特に若い人などはよく使っていると思います。ですが会社のやり取りになると、そんなようなわけにはなかなかいきませんよね。なので若い人もメールのやり取りがあまりうまくできないという方よく聞くんですね。今回は Gmail を使って、宛先と CC、 それから CC と BCC の違いがわからないなど、あとは添付するファイルの容量が大きい場合の送信の方法、またはスヌーズというのがあるんですが、これは何？使ったことはないという方にも向けて動画を投稿してまいりたいと思います。このチャンネルでは初心者の方を中心として、わかりやすく丁寧に動画を作っています。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。では画面の方をご覧ください。ではまず Gmail の基本的な画面構成から説明したいと思います。今 Gmail が開いている状態になります。左の上から右下に向かうのはパソコンの基本中の操作になります。まず左上にこの3本線のメインメニューがあります。これをクリックすると、左側のメニューがこのようにアイコンに変わります。アイコンの状態になった時にはマウスポインターをこのように持ってくるだけでふわっと出てくるようになりますが、違うところにマウスポインターを持ってくると自動的に隠れるようになります。この方がいいという方はこの状態で操作をしていただいてもいいし、アイコンではわかりづらいなという場合はもう一度この3本線のメインメニューをクリックすることで表示することができるようになります。受信トレイが今開いている状態になります。続いてこの中央のエリアは今受信トレイが開いていますが、メインタブとソーシャルタブとそれからプロモーションの3つのタブに構成されているのがわかります。通常はメインのタブを開いておくようにしましょう。続いて右側の方になりますと、このアイコンが出ていない場合は非表示になっているので表示しておくと便利です。アイコンが表示していない場合はこのボタンがこのようにクのマークになっているはずです。サイドパネルを表示をクリックをすると、このように右側のメニューが表示されるようになります。では、一番上からカレンダーをクリックします。すると、例えばメールを見ながら予定を入れたりすることができるようになります。カレンダーの日付を見て、時間のところでクリックをすると、このようにタイトルや内容を入れることができるようになります。カレンダーを閉じる場合は、バツボタンで閉じましょう。続いて、この下にあるキープというボタンをクリックします。キープは付箋紙のようなものと考えてください。写真を入れたり、それから文字を入れたりすることができて、メールを見ながらペタペタと付箋紙をつけることができるようになります。続いて、トゥドゥーリスト。これをクリックをすると、タスクを追加とあります。タスクというのは仕事という意味ですから、何か仕事があるものを箇条書きにしておくことができるようになります。何か文字を入れて、
もしそのタスクが終了したら、この丸いところをクリックすることでタスクを完了することができるようになります。このようにメールを見ながらカレンダーをつけたり、付箋紙を貼ったり、そしてトゥドゥーリストをパソコンでつけるようなことができるようになります。とっても便利な機能ですよね。どれも無料でできますので、ぜひお使いください。では実際にメールを新規作成していきたいと思います。画面の左上に作成のボタンがあります。これをクリックします。すると画面の右下の方にこのようにメールが立ち上がってきます。この画面が少し小さいなと感じたら、この3つのボタンの真ん中、全画面表示、これをクリックします。すると画面いっぱいに表示されるようになります。では、宛先を入力をしていきます。ここに手入力でアドレスを打っていってもいいんですが、すでに連絡先に登録されている場合は、この宛先をクリックします。すると、連絡先が表示してきます。私の場合は、この3つの連絡先があるんですが、今回はまず伊藤花子さんを挿入したいと思います。伊藤花子さんの上にマウスポインターを持ってくると、このように四角い窓が表示されます。クリックをして、右下にある挿入ボタンをクリックします。すると、伊藤花子さんが宛先に挿入されるようになりました。もし、挿入した後に間違っている場合は、×ボタンで消すようにします。宛先に複数人入れる場合もありますよね。その場合は続けて宛先を選択し、後から追加する場合も、このように選択をし、挿入ボタンをクリックします。メールというのは、手紙と同じようなものですよね。必ず件名を入れるようにしましょう。今回は練習なので、練習と入力をします。本文を選択します。冒頭でお話しした SNS のように、簡単な会話ではなく、メールの場合は手紙になりますので、本文に入れるときは、特に会社の場合は、一番最初に会社名、そして2行目に担当者名、そして様などを入れて、一番最初の文章はお世話になりますなどのような言葉を入れてから本文を入れるようにしましょう。この本文もあまり長文では良くないと思いますので、もし長文になりそうな場合は添付ファイルとして付けてあげるのが常識です。では、文章が出来上がったと仮定をして送信をしたいと思います。送信ボタンを押すんですが、このように取り消しが出たら、取り消しを押すことで送信をするのをやめて、再度打ち直すことができるんですね。取り消しが出ている時間を設定することができるんですが、これは次回の時に説明をします。このような機能があるということを覚えておきましょう。よく、あ、添付ファイルを付け忘れたなんてことって結構あるんですよね。添付ファイルを挿入する場合は、このクリップのマーク、ファイルを添付をクリックして、ファイルを選択し、開くを押すか、もしくは別のウィンドウでファイルを選択した状態で、メールの本文の中にドラッグをすることで、話すと、このようにファイルを添付することができるようになります。どちらの方法でもいいので、やりやすい方法で行いましょう。最後に、宛先と CC、BCC についての違いを説明したいと思います。このメールで言うと、宛先に2人、名前が入っています。これは岡田さんと伊藤さん宛てに出したメールという意味ですよね。ところが伊藤さんを一度消しますね。
CC に入れる場合は、この状態で右側の方に CC、BCC と表記されてきます。今回は CC をクリックします。すると、宛先の下の段に CC が挿入されます。この状態で伊藤さんを入れていきます。伊藤さんは CC をクリックして挿入をしてもいいんですが、漢字で伊藤と入れて変換をすることで、このように Gmail はカードを出してきます。これをクリックをすることでアドレスを挿入することができます。このメールの意味は、あくまでも岡田さん宛に出したメール。それを伊藤さんは複写を見ているということになります。この2人ともアドレスの中にお互いの名前が宛先と CC に入っているのがわかります。ですが、BCC になると、今度は BCC の中に田中琴美さんを挿入したいと思います。このメールの意味は、岡田さんに出したメールを複写を伊藤さんにも送っていますよ。そのメールを田中琴美さんにも送りましたということになるんですが、先ほどと違うのは、田中琴美さんが見ているということを岡田一郎さんや伊藤花子さんは知り得ないということになります。CC はカーボンコピーの略、BCC はブラインドカーボンコピーの略になります。なので、ブラインドですから目隠しをしているということになるんですね。メールアドレスも大切な個人情報になります。自分が知っているからといって送った相手同士がアドレスの交換をしているとは限りません。情報を守ってあげるためにうまく活用し、BCC の中にアドレスを入れてメールを送信する場合もあります。その場合は宛先がないと送ることができないために、自分で自分宛にメールを送るというように宛先に自分を入れて、そして複数人のアドレスを BCC に入れることで、お互いに送った相手同士のアドレスを公開しないで送ることができるという利点があるわけです。この場合は宛先に送った差出人が入るので、少しおかしい形になりますから、メールの本文の中に一筆、このメールは BCC で送っていますよ、と記入してあげる方が丁寧だと思います。この3つの使い分けをきちんと行って、メールを利活用しましょう。今日の動画はここまでにしたいと思います。簡単にスヌーズの説明だけしたいと思います。スヌーズって目覚まし時計で聞いたことないですかね。私は iPhone を目覚まし時計代わりにしているんですが、スヌーズにしていると、例えば10分後とかにまた鳴るんですよね。それと同じ機能がこのメールにもあります。スヌーズにしておくことで、指定した時間まで別に取っておくことができる機能になるんですね。便利な機能の一つでもありますので、ぜひ覚えておいてみてください。では今日はここまでにしたいと思います。次回なんですが、メールの添付の容量制限があるのをご存知でしょうか。容量の大きいファイルを添付して相手に送りたいときには、何か別のソフトを使ったり、それから別のサイトを使うのではなく、Google だけで完結することができるのをご存知でしょうか。その辺を詳しく解説したいと思います。では次回またお会いしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。